どうもお久しぶりでーす。いやそんな感じだったっけ。そんな感じだったっけ。いやー、はい、ね、ツアーも終わって初めての YouTube チャンネルでございます。はい、はい、終わりました。終わりました。はい、最高の夏でした。夏すごかったです ね、 ね、ツアーが終わったらもうすぐ9月よ、ね、うん、終わったらもう秋になったね、うん、そうよ。もうツアー終わった途端ちょっと肌寒くなったでしょ。うん、ね、なんか線を、ね、切ったようになんかこういきなりスッと夜寒かったわ。ちょっとそうなんですよ。まあそんな感じツアー終わってさ、うん、何してた何してた。もうね、とりあえず、うん、何もしてなかったよね。うん、なんならいつも何してたっけって思いながら、うん、なんかこう、でも確かにそうだよね。毎日練習してたからさ、うん、すごいポカッと空いたもんね、やっぱね。本当そうですよ。ね、あの時間の使い方に困ったっすね。いや、ちょっと確かに困った。いや、俺も本当何すればいいんだろうって、ね、ひとまずそのツタヤ的なレンタルビデオやる。ひとまず行ってさ、うん、ぐるっと回って何も借りずに帰ってくる。でもまあそういうのですら許されるようなもう、うんうん、もうオフですよ。そうね、オフがあってまた我々もね、はい、あの日常にまた戻ってきた感じで。そうなんですよ。デケモンさん何やってるの。僕はもうツアー終わってその足で合宿に行きました。うん、あ、そうか。もう生徒と合宿行ってで戻ってきてからはまあ練習時間がなくなったんで、うん、その時間もまずひとしきり寝て、うん、あとあれですね、引っ越してから、6月に引っ越してから、うん、全然その練習がバーって入ってき始めだったから、うん、でもそこまで満足にその自分の思うように片付いてなかったんで。あ、そっかそっか。引っ越してもそんぐらいだっけか。そうですそうです。なんで、うん、家の片付けを改めてウォークインクローゼットの中とか、うん、そういう断捨離をして。断捨離ね、大事だよ。断捨離をして、僕はもう、あの昨日はね、石垣島におりましたので。しっかりバカンスしてるね。しっかりバカンスしてきたな。ありがとうございます。もうええなぁ。そうですか、はい、石垣島。石垣島の聞いたことあるわ。有名なやつやろ。テレビでは見たことある。見たことあるわ。あとマンタを見てきて。マンタ、野生のマンタ。あ、マンタか。鬼糸巻きエイを見てきました。8枚くらいで。え、鬼糸巻きエイっていうの。マンタ、はい、マンタ正式名称、鬼糸巻きエイです。あ、そうなんだ。はい、エイ、エイなんだ、あれ。マンタとエイって一緒なんだ。一緒です。あ、そうなんだ。別名です。英名とかそういうの。高野純、AKA スヌーピー J でしょ。あ、なるほどね。マンタ、AKA 赤糸巻きエイ。ラッパーじゃないから、そんな AKA とあんまない。オールドアス。それで知られてる。あ、そうやな、マンタ。で、グルクンっていう魚が沖縄を知って、その唐揚げとかはやっぱ美味しいですし、水牛にも昔。水牛、水牛ってそもそも乗れるの。水牛ってその川を渡ったりしたの。あの、うん、なんかそんなイメージだね。イメージは西表島も行ったんですけど、西表島から由布島っていうところは、あの水牛車で、あの行くんですけど、なんか、ツアー終わってから一気に元気だったみたいでしょ。それもそうやわ。ね、ずっと雨降ってたし。だからもう衣装全然洗えなくてさ。そうなのよ。怖かったわ。僕あれしました。除湿機買って、それで家の中で。さっきからワードが全部で、ね、ウォークインクローゼットから始まってる、ね。うん、そうなの。ウォークインクローゼットから始まり、うん、石垣島と西表島とマンタと水牛ですよ。水牛。マンタと水牛。我々がもうスタイアでぐるっとしてる。借りない。俺がずっとモンハンやってる時に、あなたそんなバブリーな。いやいや、僕もスタイア回るみたいに、うん、マングローブの川をずっとぐるっとしてる。まあ、それで見るだけのこともしましたよ、ね。マングローブもテレビ出るみたいな。なんかあれでしょ、こうなってるやつ。川にこうなってる。そう、川に刺さってる感じ。ね、こういう感じか。そう、なんかそれをカヌーみたいなのこう言ってる絵が、まあまあそういう日本最大級のマングローブ樹林がそれも行って、樹齢400年の中身のものみたいとかして回ってくるのは樹齢400年、変な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 。マングローブ大将みたいな。もう今日は感動もあるのじゃなくて。そうですね、でも暑いんでね、なんか虫も嫌いだし。まだちょっと待って、何なんですかこの格差は。
久しぶりになってこんな地盤話を聞かされるのかそうですよ、最終的にはだってその石垣島行くかというの僕代行しましたから、すいません、僕なんか代行しましたから金曜日会えたんですか。もうびっくりしましたよ。もうその間俺も毎日ツタヤに行って今日スカイギまだ借りられてんな明日はあるかなっつって4日待ったわ。いやこのね、小庶民というかね、なんか小庶民いいんじゃないですか、こういうね、過ごし方も楽しかったよ。でもまあゆっくりちょっと休まさせてもらってね。いやそうですよ、また新たにちょっとこれからもね、うん、それこそもう追加公演もありますから。そうです、決まりました、頑張らないといけないですからね、うん、決まってきたんでね、やっぱりちょっとそういう準備も少しずつしていかなきゃならないんですけど、はい、ね、今回ね、またちょっとその東京公演なんか特にそうなんですけど、うん、アンケートの方いっぱい、おありがとう、ね、いやたくさんいただきました、本当にありがとうございます。本当各会場でね、うん、たくさんいただきました。本当に皆さんありがとうございます、全部読んでます、ありがとうございます。欠かさずね、一枚一枚みんなね、回してちゃんと読んでるからね。まずその日の夜に見るもんね、うん、もう打ち上げ中だろうが何だろうが何だろうが分かってるその打ち上げで、なんかお世話になったね、あの地元のお偉いさんとか来ても、もう関係なしもうみんな回してこうやまずアンケート、ちょっとお待ちくださいですねいやー、ありがとうございます。いろいろね、書いていただいて、これからも学校頑張れるよとか。そうなんですよ、結構そういうなんか、まあ、楽しかったですとかね、今度は必ず友達と一緒に行きますとか。ありがとうございます、本当にありがとうございます。もう頑張れるよとかな、うん、もう全てがもう逆に僕ら頑張りますよ、うん、もう本当に。いやもうこれ追加公演また頑張らないとね。頑張りましょうよ、改めてですよ、これは新たなスタートです、今日からまたね。はい、はい、リクエストに答えましょう。ひらめいたやつからやっていくみたいな、うん、これどう、ああいいね、うん、あちょっとちゃうかもなっつって、その前のこの振り付けの前の部分がこういう感じだったから今度こういうのがいいんじゃないかみたいなのは、うん、割と話し合いになりますけど、でも結構率としてやっぱりリーダーマチャークさんのなんかな率がやっぱり高いかなって気がします。そうなのかな、うん、なんか、うん、でもそれはやっぱり音作ってるから、うん、その我々はその聞こえてる部分以外のところ細かいところも作ってるから、うん、聞こえてたりしてるから、うん、やっぱりそこのね、うん、意見が一番そう、うん、でも見て今不思議なのがその4巻と1、2、3、4作って次、2、吉尾作ってで次、竹ちゃんとかそういうのあるんですよ。そうですね、うん、なんか2カウントだけみたいな音の取り方だけこうパッと決まったりとかした時に、そう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 、不思議不思議、その音の取り方を例えばあのできるもんがやったポーズが、うん、ああその形いいじゃん、で、うん、そこの部分1カウントだけできるもんブリってなる時もある。そうあるある、不思議だよね。だからここはターンタターンタン取ろうよ、うん、そこがまず決まって、そうだね、形はじゃあ何にしようかっていう時もあるんですよ、うんうん、なんか結構だから本当曲にもよし、まあ流れもあったりするから、振りで言うとどんな感じで分かりやすく言うと、だからあれは電車の居眠りのとことか俺か、あそうだね、分かりやすいところで言うと、うん、そこは俺が考えてとか、でも多分その冒頭のあのこの頭の動きらへんのやつとかはできるもんが最初になんか、そうそうだね、動いてるのを、うんうん、カウントに落としてたような覚えは俺やっぱり茶番のこれこの人だから、ね、茶番のこれはこの人そうです、そうです、あの辺はもうそうです、そう、だから振り決めようぜっていう前から音流して、あそこでこの人いや、なんか音作ったりとかね、あでもね、それはあるそうね、うん、もう作ってるとしたら聞いてるからね、うんうん、そうですね、オープニングのやつは吉尾くんがやった、そうだね、オープニングのあれはもう一人させていただいて、うん、ポップコーンとバッドサタデーの間の4つぐらいのやつはもう作りました。 100% 吉尾です、振り付け、構成、音楽、
すごいでしょ。それフォローしみてる言い方なんかやだ。いやでもそうですね、その時の時によって、うんうん、はい、うわ、どうやろ、続きましての質問いきます。栃木県からお越しの、めめさんから。めめさん、どうもありがとうございます、はい、ダンスでメンバーのモノマネをしてください。あまあもう皆さんもうね、つって長い付き合いですから、もちろん ね、あるあるある、みんなの特徴はある。特徴っていうのはでも我々特にいろんな濃いダンサーが集まってますから、うん、あるんじゃないですか、うんうん、これスヌーピー先生の、お、なるほど、うん、ソロの合間に見せる、うん、ふと多分わからないですけど次何しようかなか、これやるっていう、つなぎの瞬間。わかる、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 わかる。なんかこう、ブワーってやってる瞬間に、あ、そうやるよね、やるよね、これパカパカってやるの。あ、そう、あー、やるやるやる、やるのよね。いきなり、わ、いきなり全然関係ないとこからいきなり、パカ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 ってやるの。あれかわいいね。いわゆる、まあ、つなぎムーブ。そうそうそう、つなぎムーブ。あ、結構そういうところに出るのか。そういうのってだってどんなソロでも大体変わんなかったりする。いや、まあ、そうだね、うん、なんかあれ、ほんと中から出てくるやつやもんな。そうだね。できるもんさんありますか。俺か、俺だ、あーすげーまあ、まあ、ちょー聞くの、まあ、普通に、うん、まあバババババババってやるんだけど、うん、あははは、手の動きね。それは、それはわかるわ。そういう曲がないんだよ。結構恥ずかしいな、これ。なるほどね。すげえ使ってたなっていうイメージが。いや、でもね、自分でやってても、あ、また言ってもうたとか、あ、あるじゃない。まあ、我々あのソロはアドリブでね、みんなやってるから。そうそう、やっ、うん、まあ、同じ動きが出ちゃってるんね、うん。するから、その手の印象はあるわ。恥ずかしいわ、これ。今回特に手の動きハマってたもんね。そうだね。いろいろ自分で挑戦してたりとかしてたもんね。マイブームでやってたんだね。うん、いや、これ、今だけじゃやんないのかな、この動き。わかる？お、なんだっけ。あー、わかる。落とすやつね。でも、よく見ると思うけど、やるかな。あー、でも、意識してないですけど、どうだろう。うん、確かに、今、この、うん、この流れですよね、うん、この流れ昔からずっとやってたけど、うん、そういえば最近全然どっちかっていうとそんなスンと落ちることもあると思う。あ、上半身をかがませるんじゃなくて重心自体落とすってこと、うん、なんかなんだろう、ひねって落とすのがやらなくなったかもしれないですね。昔やってましたね、すごい。そう、すごいよ。でも吉尾はポーズじゃないか、やっぱ。ああ、多いからな、うん、そういうなんかポーズで足出そうとするの。フレッツダンス、フレッツとバッとかやるから、あぁそれで足閉じる。そう、俺らできんねん、それ。なんで、うん、できないのよ。まあ、あんまやんないですよ。やんない。あ、そういうの見ないね。やんない、やんない、うん、止まる感じのあんまりないね。そう、俺止まらないと思う、多分、うん、だいたい、あ、じゃあ、その流れで、トンチャルさん、うん、まあ、うん、はい、ソロをやりました。もうこれだよね、これだよ。俺やるやるやる、止まらないもんね、確かに。こう、俺さ、まあソロやるときは大体ゆっくりやってくる。大体ゆっくりやってくる。で、終わるときは大体ゆっくり帰る。あ、確かに元気よく勢いよく出るっていうのないんだ。あ、なんなんやろうな。よりベストなソロと毎回思ってると、ゆっくり出ていっちゃうんだよね。あ、それを自分の中でこうイメージしながら、そう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 、ある程度、うん、あ、そしたらその入り方がすでに同じになっちゃうんだよ。だからもう多分そのなんとか戦隊のロボットとかの車庫とか出てくるじゃん、はいはい、あの時にガシャン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 ウーとか上がったりするんだ、はい、エヴァンゲリオンとかもさ、あのイメージ。もう一回言うエヴァンゲリオンとかがエヴァンゲリオン発進みたいな感じだったらさ、こうなんかここら辺からさ、みたいなってバシャンバシャンバシャンって出てくじゃん、うんうん、その感じよ。俺がゆっくり出ていくやつはエヴァンゲリオンバシャンって出るけど、俺ただただゆっくり出ていく。発進、待ち合わせ発進ですよ、もうそれ。なるほどね。で、その中でいろいろ考えてるわけだ。いろいろ考えて活動限界になったらこうなろう。活動限界、活動限界です。ああ、そうですか、はい、プラグ抜けてるんで。で、それ終わったらプラグ差しに戻るんですよ。次のまた準備に入る、準備に入るんですよ。あ、俺、でも
一番はヨヘだな、やりやすいのって、うん、やって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 、今回、うん、あ、その動きよく見るな、結構好きだなって思ってよく見てたのが、上で動いた後、下にこう、あで、そのままこういくやつ、あったあった、あの動きが好きで、ちょっと一人練習してる時あれしましたよ、今なんかできてるの何上手くなってるんだよ、ちょっと下に行って、うん、ありがとうございます、すごいでしょ、すごいでしょ、なんかやだ、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 それがすごくやだ、恥ずかしいの、はい、やなの、今やることは、俺今後もゆっくり出ていくからそれは変わらないから、これご覧の方はソロになったら、はい、よく見ててみてください、うん、早く出る時がもしかしたらあるかもしれません、それはレアです、おそらく、はい、お楽しみにしてください、ないなはい、それでは続いての質問いきましょう、ですね、神奈川県お住まいのイブさんからいただきました、はい、ライブの時やかましいのが前にって鬱陶しくないですか、わら、全然大丈夫、いや全然大丈夫ですよ、全然大丈夫、あのそういう風に楽しんでいただけたら我々も一番、うん、我々も嬉しいです、うん、そうだね、うん、いやむしろやかましくしてください、楽しくみんなで遊んでいきましょう、ギャン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 ください、いろいろと全然もうそういうのは全く問題ないです、うん、全然大丈夫です、はい、おいで足立君からお越しの、はい、吉澤ゆかりさん、吉澤ゆかりさん、はい、ありがとうございます、吉澤さんはそうですね、マブリティンって何て意味ですか、お久しぶりに来ましたね、この質問、久しぶりに来たのか、うん、我々のエクスプロージョンのマブリティン、そうですね、 DVD の DVD もタイトルのようなですか、マブリティンっていうのが、はい、下関の方言だろうと言われてる言葉で、これも実際に使ってる ところを聞いたことないのね、こんな言葉あるよねって聞いた、あ、なるほど、使ってるので知ったのではなく、違う違う違う、そういうのが存在として教わったんだ、そう、あるよっていう、だからめっちゃっていう意味が、ベリー、英語で言うとベリーが、山口県の番組で、お前ふんわりしたわ、さっきずっと、拾おうとしたけど、本当に今なったでしょ、多分全体的に今鼻ででしょ、うん、拾おうとしたけど、こう捕まらなかったら、だから俺、捕まる準備気合ってなした今まあ、ベリーそう、ベリーがそのブリっていうのめっちゃとかそういう意味のブリとかブチとかバチバリ、うん、バリとかはそう、ラーメンとかバリ方とか言うじゃん、うんうんうん、でそのバリとかの同じ意味でブリって言うんですよ、うんうん、ブリ腹減ったわとか言うんですよ、でそのブリよりもさらに強いのがマブリなんですよ、超ウルトラ的な、そう、超ウルトラがマブリで、最上級が超ウルトラスーパーミラクルみたいなやつがマブリキンなんですよ、もう一番上だ、いっちゃん上、マブリキンうまい、そうそうそう、そういうことね、ただ使ってる人を見たことないひょっとしたら俺嘘言われてる可能性があるからね、それ誰から聞いたの、塾の先生、ネットで出てこないですか、出てこない、あ、出てこない、あれ怪しい、すごい怪しい、そう怪しい、ちょっと怪しいね、でも国語の先生やったよ、でも先生が作った流行り語じゃないですか、なのかな、もしかしたらそれつけさせる、いやいや、それをちょっと俺 DVD につけちゃったの先生の嘘、そうです、周りもってこうやって質問でいただくぐらいの知名度にまでなってしまってますよ、だって俺もそういうのだったら、うん、俺恥骨折れっていう言葉を、恥骨折れ、恥骨折れって言葉を俺は自分で開発したんですけど、うん、作ったのか、そう、ありえないっていう意味合いの言葉で恥骨折れってあるんですよ、うん、恥骨が折れるってありえないなと思って、あ、僕の指令が尾てい骨を折って、うん、折れるんかいみたいな、うん、思ったんですよ、その時マイクの尾てい骨折って、尾てい骨だけ折ったの、尾てい骨だけ折ったんですよ、だけ折ったので入院して、うん、尾てい骨と思って、まあ、心配しないけど、心配しないけど、けど尾てい骨折るかみたいな感じ、足でも腕でも出すね、ありえないんだけど、うん、でも実際に折ったやつがいて、うん、でじゃあそれで話のうちで折れない骨ってあるのかなみたいな、尾てい骨が折れるくらいだよって話しちゃって、うん、いや、恥骨は折りようがないっしょみたいな、うん、話しちゃって、うん、まあ、恥骨が折れるのはありえない、恥骨折れるのはありえない、うん、まあ、じゃあ、恥骨折れっていう言葉を作って、うん、恥骨折れは、うん、まあ、ありえそうでもありえない、うんうん、まあまあないだろう、2恥骨折れくらいになると、うん、ちょっとあの嘘でもバレるよ、うんうんうん、で、3恥骨折れになると、うん、何言ってんの、で、4恥骨折れとかになると、あ、だいぶあるな、
そうで最高がゴチコツオレなんですけど、うん、レベル5そうゴチコツオレとかになると無視のレベルですいやないからとかいちいちツッコミもせずにそうもうなんか昨日さ地球が爆発してさ俺宇宙飛んでったらさ僕からここにいるんだよねみたいなで、これゴチコツオレ今のゴチコツオレゴチコツオレだって判断して無視をするそう、それを俺は誰かに言ってるはずなんですね、うん、ブログとかで、うんうん、ああなるほどで、こういう言葉あるらしいよっていうふうに誰かが自分の何かにつけてしまったみたいな感じかもしれないですよ、そのマグリティンがかもしれない、ひょっとしたらすいません、大丈夫大丈夫いやでも、まさかのね、その単位だとは思わなかったけど、ね、一コツってしかも一と一が混ざってるのかな一コツオレまさかの単位だったんだなすごいですよいや、大丈夫ですいや、でもその、周りもあってバブリキンはそういう、そう最上級の一応方言って言われてるめっちゃのね、最上級の方言版でございます、はい、ちなみに方言、まあ山口でなんか下関か下関か、うん、で言われてると、されてる言葉でございます、うん恥骨折れはありえない。恥骨折れはありえないですから、ね。ありえない。ごちこつ折れは無視です。お願いします。覚えてください。何までしてる。熊本県厚木市から、お越しいただきました。これは。ひかりちゃんだ。くらか。厚木のひかりちゃんですよね。そうですね。ひかりちゃん。あお。ひかりちゃん。僕はこんにちは。よく存じております。あそうなんですね。町明けだよ。はじめまして分かってるでしょうよ、それはありがとう書いてるんだはい、そのひかりさんからいただいた割とシンプルな、はい、今好きな曲ははい、マシュマシュさん、今好きな曲はエレファントカシマシの今宵の月のようにおー、またちょっといや古いな古いな、焦らすからまあ、あのこんな方のね、パーン！できました、今好きな曲は桃色吐息本当に本当だろうねいや好きです思いついたから言ったんじゃないだろうねいや、いい曲ですから焦らすからじゃあ、よっしゃ、好きな曲はゆ、夢ブルハーツね本気で好きなやつ本気で好きなやつ言っちゃったよ恥ずかしいちょっと打ち上げでこれ町明け歌うわっつってこれはもうエクスプロージョンの歌だからっつって熱い意味でつってみようはい、たくさんの質問いただきました本気で照れるの小原さんっていうぐらいですかね、はい、ちょっといただいてありがとうございます、小原さん、うん、たくさんいただきました、このね、YouTube チャンネルエクスプロージョン一人でできるもんの、はい、このコーナーではですね、このアンケートでいただいたリクエストを、まあ、こうやって答えていくんですがこれからもちょっとね、可能な限りもしかしたら内容的にね、うん、できないのももしかしたらあるかもしれませんそしたらね、力の限りやっていきたいと思います、うん、ぜひぜひ吉を殴ってくださいとかできないですからそれちょっとそれ振りみたいになるからやれてなんか吉をボコれみたいなそんな悲しいリクエストもらおうがやろ俺はやられるのは最悪よしとしてもはもうやめてねそういう振りじゃないからねそういうの出さなくていいからねはい本当にやったらなんか逆になんか再生回数ぐんと伸びるかもしれない知らない人がそしたらもう一花脱ぐわそれはもうコメント欄にこの下に YouTube 見てる時の下の部分に行くか下の部分にコメントができるようになってるなるほどねそこに、ね、よかったリクエストとかはいだってこれはツアーの時のそうだよねツアーがなければ書けないわけですからね、うん、できることをやっていきましょう、うん、ちょっと試してみたいと思います、ね、はい、そんな、我々ですがちょっと冒頭にも言いましたがアンコールツアーがねもう12月の、名古屋が12月の12日ですね、はい、同じ場所ですエルフィーズホールで、うんはい、やらせていただきます、そして渋谷がやっぱり同じクラブエイジアで12月の26日に、うんはいやりますのでクリスマス後、はい、これチケットがねまたなかなかちょっと本当パスお早めにと言いますかちょっとね、はい、早めに、まあ、今回のねその本公演の方でやっぱり後ろの方で見にくかったって方もきっといらっしゃると思うので、うん、今度こそね早めにゲットして前の方で見ていただけたらと思います、うん、もう結構飛びを揺れてるようなのでちょっと急がないとね素晴らしいですね、うん、その東京公演の時にもその前よりね先行販売にもつきましたねもうそこでもう完売ちょっと本当ありがたいことに完売したりしてはい、はい、なのでちょっともしかしたらね、うん、
もしかしたらもうちょっと少なくなってる可能性もありますんで、はい、急いでください、ぜひぜひ。はい、そして大阪福岡もね、もう決まってるんですが、依然としてちょっとまだ詳細の方が、なるほど、まだちょっと少々お待ちください、ちょっとお待ちください、なるほど、出てますんで、出たらね、その地方の方よろしくお願いします、バーって書いてください。はい、では、このできるもんチャンネル、エクスプロージョンチャンネルのね、こちらの方の登録ぜひぜひお願いいたします。こんなこといろいろやってますんで、はい、そしてメルマガの方のね、登録をぜひぜひやっていただきたいです。スマホの方はこの動画のタイトルの下の項目に URL が載ってるそうなので、ぜひぜひ登録をしてください、そっちから。ぜひ、はい、我々がね、そのそうですよ、直でね、文章をやってますから、はい、裏ブログという、裏ブログ、あ、なるほどね、そんな感じでやってますんで、配信も随時お知らせも含めて配信しておりますので、そちらぜひ登録してください、お願いいたします。はい、じゃあこんなところで、エクスプロージョン一人でできるもの、YouTube コーナー終わりです。なんか今ブワってなったり、違うやつが一緒に動画おーっていう、また見てね、ふんわりドローン。Wow.